撃陣を落とす。その時わずか年齢14歳。もうかなり強い敵と要は怠慢じゃな戦いを仕切ることなんよ。でこれはな初陣でまずできない。もういやがもおじさどの有能な関係には感覚を生かすということで、もう信長様だけでなくもう織田家全員もう社員一同全員が認める優秀な新入社員として迎えられるということになる。わしが天下御免の YouTuber 前田健志。ほう、こたびの題目はこちら、蒲生氏郷若き知将40歳の生涯第2編ということで、一編があるゆえに見ておらんものは前回の動画を見ていただこうということで、最終的に92万石の大大名まで上り詰める。さあ神童と言われし蒲生氏郷について話していくんじゃが、あまりに盛り上がりすぎて、前回は戦に出るまででしか終わることができないんだが、今回は戦に出る、そう、初陣を飾るところから話を進めていこうと思う。さあということで、信長様に認められて忠三郎の名前をもらい、そしてここからついに初陣を果たす。その時わずか年齢14歳。まあ我らの時代ではまあ早い方といえば早いし、まあ普通といえば普通、そのぐらいの年齢でござるが、怖いもの知らずの初陣。さあどういうことなのかと思うと、まず我らの時代の初陣というのは、戦というのは何が起きるかというと、敵軍と相対してうわーと槍を持っていっていやーと戦っとる様、もちろんこれを想像すると思うんじゃけども、もちろん戦というのは死ぬ危険性がある上に怖いわけじゃよ。もうそんな我ら戦国武将だからって命を落とすのは怖いわけよ。な、いっぺん戦っとったっていつ死ぬか分からん、鉄砲パーンとあって死ぬかもしれん。そんな時にまだ戦に出たことないにもかかわらず、この男なんとなんとなんと一騎打ちに臨むという、いや一騎打ちって何ですかと思うかもしれんが、もう何千何万とうわーとなった中で、一騎打ちというのはもう敵将の強い者の子と相対して、いやいや我こそは蒲生氏郷なりんちゅうて、あいやなんたらかんたらとおめえていたす、いざ尋常に勝負と言うて、もうかなり強い敵と要は怠慢じゃな戦いを仕切ることなんよ。でこれはな初陣でまずできない。もう怖くなって戦ってるさなかに逃げ出すことであったり、後方で戦う、要は前線に出ないことがほとんどにもかかわらず、このとこ前線にすぐ出て強い人見つけて、よっしゃ勝負したい言うて戦って、これ打ち取るという、まあおそらく相手は大人じゃったろうな、敵将を打ち取ったということで、信長さんも、お前は忠三郎はもうすごいなと、あの信長さんも大絶賛。ここでなかなか褒めない信長様は大絶賛されたということで、ついに婿にしてやろうと、あの初めて会った時に申したことがここで叶う。総王院様、信長様の、次女の方が12歳になられた時に結婚婚姻をいたすということで、14歳と12歳でもう結婚いたしたということ、早いな。でこれ後の話なんですけど、ここの2人の子供が我ら前田家に嫁いできて、前田家とも、まあ、親戚関係になるというのが蒲生氏郷と我が推し武将。さあここまでで、初陣を飾って、おここが期待できるなと主は思うじゃん。その期待を超えていく働きぶりを見せていく蒲生氏郷と、はい続いて先方を志願する。おこれは何かと思うと、ここの一回戦いをなして、もうすごいんだろうな氏郷当時からな、いやーやっぱり物の腐るものね、敵陣のあのこう中に入り込んで一人で槍振るって、それで向こう立てるのがもののふじゃろうっていう考え方だったんだろうな。ということで織田家の中でも勇猛果敢なもう武将と申すと柴田勝家様であった。この柴田勝家様のそばで戦を学びたいと、なんともう14歳で自ら申した。ただ信長さんは可愛がっておったで、そんな柴田様なんてもう大変な戦場に出陣されておるで、そんな危ないとこ出したくないと思うわけ。しかしながらもう本人の強い希望で、わしはこれが織田家のために必ずや勉学を励み、そして戦で向こうを立てます、ゆえに柴田様のもとで学びたいですよ、熱き思いを浮くんで、信長さん、お前にはもうまた感動したで、ここでまた大絶賛、もういつも常に大絶賛する信長さん、もう感動わーって、よし行ってこいってことで柴田勝家様まで戦うことになる。でここでまあいくつもの戦場で先陣を切って、もうそう先陣を切るのよ、必ず先陣を切る。実は初陣からだいぶ年食ってもね、ずーっと先陣切る。これ多分戦国時代でも唯一
ここまで先人常にこだわって切ってきたのはこの男ぐらいということで、まあ、ある戦のなエピソード話がございんだけど、名馬を譲り受ける、これ何かと申すと、ガンも言ってたかな、必ず一万乗りをな、しておったがために、この名馬を持っとるある武将がおったじゃん。そのものが、いやこれからなこの名馬を乗る者は一番乗りをして武功を上げれる者に譲り渡したいということだ。さすれば周りの武将とかも、あの馬いいよなって、わしも乗りたい、わしも乗りたい、お主も乗りたい、わしも乗りたいよっていう、こういう感じで話しとったんだけど、一番乗りかっつって、一番乗りって死ぬかもしれんしな、だっていい馬もらって死ぬなんてもう人生もったいないしということで、だいぶみんなこう避けてったんだね、結局受けんということで。そんな時にガンを打ちたと中三郎のもとに耳が入る。何そんなやつがおるのです、よしわしが行ってやろうっつって、そのままによしわしは一番乗りをいたして必ず武功をあげる、だからよこせって言って、おそこまで自信がありますか、じゃあ お譲りいたしましょうで譲ってもらって、この馬にまたがって、そうなんと戦った相手はあの武田家、天下の武田家に乗り込んでいき、一番乗りを果たして、そこで槍をぶん回して敵将を討ち取るという、もう相手が誰であろうが関係なく一番乗りを果たす、この男勇猛果敢、これこそがもののふの鏡と言わんばかり。そこでこの名馬を譲り受けて、その結果を出したことで織田家中信長様もまたここで大絶賛ということで、もう常に大絶賛の信長様もしっかりなんじゃが、もう家中の中で、いやがもうおじさとの勇猛果敢さには感服いたすということで、もう信長様だけなく、もう織田家全員、もう社員一同全員が認める優秀な新入社員として迎えられるということになる。おそらくこのもの分かりやすく、もう新入社員に入って3年ぐらいでもうすぐにこう出世を果たしてって、若くして部長になるような男のもう出世のレールが敷かれることとなるわけなんじゃ。ここまででも10代信じられんじゃろ、こんなものはなかなかおらんということで、しかしながら戦はまだまだ続く、戦国乱世はどん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 激化するということで、こちらに入っていくんじゃが、この先は続きの動画でお会いいたそう。またも YouTube お主、チャンネル登録をいたせ。